返しても指の角度に注意してください。このようにしてクラウンまで適量のウェイトを作り上げます。続くセクションは初めのセクションを平行に取り、心持ち後ろにオーバーダイレクトして頭の周りに徐々にウェイトを作ります。ここでご覧のように、耳後ろにウェイトを残すために、最後のセクションが後ろにオーバーダイレクトされていることがはっきりとわかります。2番目のラウンド。